いつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの？ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズ。きっちり型をつけるとするか。鬼切れ。ウソップ、動か。いけるか。くらえ。よし、行くか。やらせてもらう。鬼手ごわいね。みんなトレインタフルール。動けねえ。そらよ。いけるか。ゴムゴムのバズーカ。まだいけるぜ。よし、行くか。ちょっとは本気出さねえとな。動けねえ。こんなところで立ち止まっていられないのよ。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは、大した奴らだ。もっと強くなるぞ。俺は海賊。修行の成果が出てきたね。少しは強くなれたかしら。ようやく感覚が戻ってきたぜ。力が戻ってきたみてえだ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。私の成長は止まらないわ。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、褒めすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえよな。
それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアビオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは…どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。